ドキドキ理系男子に恋するゲーム理系恋。おお。あなたの偏差値を教えてね。え？偏差値？そんなんいんの？まあ60ぐらいかな。出直してきてね。いやなんでやねん。60で結構違法ちゃうん？じゃあもう適当に75ぐらいで。モードを選んでね。いや通るんかい。いやしかも難易度いかて。東大生でもなんかプレイできへんじゃんこんなん。あ始まった。寝起きですね。お、ハルヒア。おびっくりした。誰やねん。気がついたみたいだね。おはよう、花子ちゃん。キムカワくん。絵に描いたような陰キャみたい。うー、ひどい頭痛だ。急に動いちゃダメだよ。まだ安静にしてなきゃね。頭痛薬あげる。どっちがいい？なんで成分の二択なんこれ。アセチルサリチル酸、ちょっと体に悪そうですね。ちょっとこうシアンカリウムかな。こっち。じゃあこれと一緒に流し込んで。ありがとうございます。ていうか全く恋愛と関係ない選択肢しかないねんけど。うん、うん、はい、ありがとう。え、どういうこと？なんだ、体が動かない。え、怖い怖い怖い。何？そのままゆっくりお休み。は？僕の姫。え？待て。は？なんか死んでんけど。え、どういうこと？はい、頭痛薬どっちがいい？まあってことはアセチルサリチル酸か。ち、はい、うん、少しは賢いみたいだね。マウント取られた。はい、頭痛薬ありがとう。いや感心すな。そういえばどうしてここにいるの？確かに覚えてない。クラスの飲み会で飲みすぎちゃって僕がここに運んできたんだ。絶対嘘やん。まだ酔いが回ってるみたいだし、もう少しここにいていいよ。ええで、即刻帰ります。立ち去る。はい、じゃあね、ありがとう、また明日ね。じゃあ本当に酔いが覚めてるかチェック。え、円周率100桁行ってみて。は？え、ちょ待って待って待って。3.14 187。無理、ちょっと待って、ちょ無理やって。花子ちゃん、いくら酔ってるとは言っても10桁も言えないのはダメだよ。そんなの僕の知ってる花子ちゃんじゃない。知らんやん。もう楽になっていいよ。え、ちょ、また？え、怖い、怖すぎる。まだ酔いが回ってるみたいだし、もう少しここにいていいよ。もうしゃあなしやで。しゃあなし、休みます。じゃあ一緒に遊ぼうよ。へえ、嫌やな。何して遊ぶ？うわ、なんで赤本？しかも遊びのジャンル全部一緒ってね。まあじゃあしゃあなし、犯罪対策。そんなのつまんない。なんでやねん。何して遊ぶ？最初から出すなよ。じゃあまあ次、兄弟対策。そんなのつまんない。鬱陶しいな。何して遊ぶ？いや主張強すぎやろ。そんなデカデカアピールせんでええねん。そうかなくっちゃ。じゃあ問題。え、また？円周率が 3.05 より大きいことを証明せよ。知らねえ。選択肢長っ。そもそも文章入りきってないし。
3番絶対ちゃうやん。まあ2番かな。残念、正解は1番でした。知らねえ。そう、じゃあ今度は物理やろっか。え、またまだやんの。質量を持つ全ての物体は万有引力が発生していて互いに引っ張り合うんだ。まあそれは知ってます。僕と花子ちゃんも互いに惹かれ合ってるんだよ。言い方気持ち悪いな。あれ、なんだか万有引力のせいで体が勝手に花子ちゃんに惹かれていく。やば、やばいやつやん。うん、あ、え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 、何するのよ。もう私帰る。待ってよ花子ちゃん、そんなに帰りたいんなら僕に解けない問題を出したら帰っていいよ。どういうルール。君に出せるものならね。ふん、そんなの簡単よって。主人公そんな暇あったら早く帰ったらいいのに。A イコール2。なんでやねん。なんでわかんねん。216分の181。いやいやいや、おかしいおかしい。無駄だよ。僕は全ての問題の解放を暗記しているんだ。暇人やん。気が済んだらご飯でも作ってよ。僕お腹空いちゃった。こっち見んな。あれ、なんかバイオハザードっぽくなったね、急に。赤本、ページが破り捨てられている。なるほど。で、ちょっと探索しますか。東大志望、これは32。パスワードっぽいな。なんかある。紙の切れ端上を入手した。なるほど、なんか組み合わせるパターンね。返事がない、ただの理系陰気のようだ。あざす。他には給料の7割。だから電気止められんねん。あ、なんか見けた。牛さん、なんでやねん。キッチン行きますか。キッチン、あ、玄関鍵かかってる。うわー、びっくりした。花子ちゃん、今逃げようとしたよね。そんな君にはお仕置きだよ。なんやねん。 XYZ 空間に 3.O000A101 B0√31 がある。平面0イコール0に含まれ、中心が O、 半径が1の O をダブルとする。点 P が分 OA 上、点 Q が NW。 花子、それはあかんで。死んだよ。いや花子、さすがにそれはお前が悪い。はい、じゃあ気を取り直してキッチン探索しますか。冷蔵庫怪しいな。あ、なんかある。卵、何に使うんやろ。何か調理できそうだ。あ、ここに卵を置いて。殻に覆われている。いや割れるやろ。ここで硫酸をぶっかけると。あ、なんか出てきた。なんだこれは。さては、紙の切れ端毛を入手した。あ、なるほど、これを組み合わせて。おお、軟化した過去問。あ、これをあれか、キムカワ君に出したらいいってことかな。ちょっと行ってみましょう。ご飯はもうできたの？今作ってるところよ。何やってんだよ、早く作れよ。それとも君を食べてあげようか。何やってんだこいつ。解いてほしい問題があるの。
僕に解けない問題なんてないけど、言ってみてよ。ああ、これ自分で言わなかったか。放物線 y イコール4分の3マイナス x 乗 y 軸の周りで回転させて、得られる局面を、k と、全然読めん、全然読めへん。これでいいの？それは、僕が唯一解けなかった東大の過去問。いけたっぽい。どこでそれを、よし、始末したわ、今のうちに。制限時間内に脱出せねば。パスワードは多分32かな。あ、開いた。うわ、掴まれた。キノコワくんしつこいな。花子ちゃん、最後にクイズだよ。また？この世に存在しない嘘偽りのものってなんだ。何それ。いや、愛か愛愛、でも愛愛でしょ、さすがに愛よ。くっ、急に選択肢どうした。正解だ。大丈夫かこのゲーム。でも僕と花子ちゃんの間にはそれがあるって信じてるよ。あ、脱出した。ゲームクリアっぽいな。おお、クリアだ。もしもし、こちらコードネーム花。たった今任務を終了した。ん？ご苦労。で、ターゲットはどうなった？あいつの心ならポッキリ折ってやったよ。これで万に一つも東大受験なんて考えもしないだろうよ。それはよかった。ではその調子で次のターゲットもよろしく頼む。ラジャー。